疲れ様です。こんばんは、澤田です。メガネなの新鮮すぎて。私普段メガネめっちゃ嫌いで全然かけないんですよ。かけてもまあ寝る30分前とか、もうほんまに嫌いで。今日はいつも今日お仕事やってんけども、コンタクト入れて帰りの電車めちゃめちゃうとうとしてて、で多分あまりにうとうとしすぎて多分目の中が乾いたんやろうな。まあ最寄りについてさ、目開けたらさ右目のさコンタクト取れて、でももうなんか帰るだけやし、言うて家帰ってから別にそんななんかね、どっか出かける予定もないからもういいわと思って片手だけゴミ箱に捨てて左目だけ入れた状態で帰ってきたんですよ。けど片目入って片目入ってない状態ってめっちゃなんか気持ちいいやん。で私しかもめちゃめちゃ結構度強いんですよ。コンタクトでマイナス 4.75 かな今。なんか長いやったら 0.03、0.04 が一番そのコンタクトし始めた時やったから、多分それよりちょっと落ちてると思うから、まあ 0.02 とかやと思うねんけれども、まあなんかちょっと気持ち悪いし、もうメガネでいいやと思って、メガネにしてんな。ほんで、あ、そうやそうや、そういえば、お話ししんといけんことがあると思って、いやでもなぁ、コンタクトそれだけのためにつけんのもなぁ、と思ってんけど、まあでももうさ、言うてさ、なんか、ね、お風呂上がりに撮ったり、なんか別にこう、普段からめちゃくちゃこう、超絶おめかししましたみたいな、ね、タイプになれたらいいんですけど、まあそういうわけでもないんで、まあいっかと思って、一回出しちゃえば、もう今後何も怖いことないやろうと思って、もうメガネにしました。ああ、慣れないですけど。で、あ、そうですね、最近、あれですね、あの、ピアノ弾いてる動画ばっかりやったんで、こうやってお話ししてるのは大体2週間ぶりぐらいになるんじゃないかと思います。もうこの2週間でめっちゃ汗なりましたね。この2週間で変わったことは、前髪を切りすぎてドパッツンはいつもか、あのお前になっちゃったことと、あとは釣り好きなんですよ。で最近休みがお父さんと会ったら、私姫路にね、いつもいつから行ってるんやろ、ちっちゃい時から行ってる釣り堀じゃないんかな、釣り場があるねんけれども、まあ、堤防でな、あんねんけどな。そこで、いつも、まあ、大体ガシラ、フグ、まあ、サビキでアジとか、やってんけど、なんか最近、てか今年、調子が良くて、多分海の状態がいいんやろな。グレー、アコウ、アナハゼ、あ、アナハゼってな、見た目さ、ちょっとハゼみたいな感じやねん。でもな、初めて釣って、アナハゼっていう名前も知らんくってさ、ブルーハワイ、口の中でなんかブルーハワイ食べた後のハゼがおると思って、もうびっくりして。でその友達にな、あのめちゃめちゃ仲いい子がいてて、魚も釣りもめちゃくちゃ好きでな、お魚さんにも詳しくてな、一瞬で LINE してさ、これ誰みたいなさ、アナハゼって言うから、アナハゼって言うんやみたいなこともあり、ちなみにめちゃくちゃ美味しかったです。グレーさばいて頑張って背びれで手切ったけどめちゃめちゃ美味しかったから、まあ、それな、釣り楽しかったよって話と、あとは、あ、ひまこが、あと2週間ぐらいあったら、咲きそう。なので、ちょっと咲いたら写真撮って、動画と一緒に載っけようかなと思います。で、そのもんかな、ここ2週間あったこと、ここ2週間あったこと、ここ2週間あったこと。うん。それぐらい。ということで、本題も、話しまーす。ほんで、何かと言いますと、今日が7月の30日でございます。で、明日が31日で、明後日が8月1日。まあ、8月がスタートしますね。で、そのタイミングで、まあ、なんやろ、お仕事の体制がちょっとこう、ぴょこっと変わるので、そのお話をさせていただこうかなと思いまして、回しております。で、とりあえず一つ目は、ご存知の方いらっしゃるんかな、ちょっとあんまりわからへんねんやけども、私、あれ、ビットリンクで、まあ、簡単に、私の、なんやろ、自己紹介サイトじゃないけど、まあ、こんなやつやで、こんなことやってんで、みたいな、リンクを、リンクサイトっていうかなを作ったんよ。
やねんけど、まあちょっとフリーランスになって、まあ演奏のお仕事とか、スタッフのお仕事とか、まあいろいろするようになって、なんかちゃんとしたやつを作らんといけんなと思って、ホームページを作ったんですよ。そう、作ったの。だから、まずそれの紹介がしたくって、で、そのホームページを、概要欄の方にも貼っとくんやけれども、そうやな、大体私の今のお仕事としては、私がね、引き受けられるお仕事としては、まあ、演奏のお仕事ですね。ソロでもいいし、まあ、アンサンブルとか、伴奏とかも好き。やし、まあ、どっかのね、それこそ、シャトミンさんとご一緒させていただくハーブ園とか、ああいうところで演奏するのも大好きやし、まあ、他の保育所とかの、イベントごとでちょこちょこっと弾くのも大好きやし、まあ、何でもいいんですけど、そういう演奏のお仕事を受けますよっていうのと、あと、二つ目が、まあ、レッスンですね。ただ、その、行けるエリアはちょっと限られちゃってるので、まあ、それも確認してほしいんですけれども、高砂、加古川、で、姫路、で、西宮、あと、甲子園とか、ぐらいですね。まあ、大体兵庫県内です。兵庫県内なの、この辺な。この辺。になるんですけど、まあ、レッスンもさせていただきますよ、っていうのと、あとは、コンサートのスタッフですね。まあ、ちょくちょく、ありがたいことにお声掛けいただいて、踏めくりであったり、受付であったり、鍵穴であったり、まあ、いろいろな形で、裏方スタッフさんもやらせていただいてますので、そちらも、ぜひぜひ、いつでも、どしどし、お声掛けいただけると嬉しいです。で、四つ目は、これは、私が今までこれやってきたとかじゃなくて、これから頑張ろうとしていることなんですけど、演奏会の企画を、私の方でもやらせていただこうと、思っております。で、まあ、まだ公開はしないので、詳しくは言えないんですけど、まあ、今年度ですね。今年度、ちょっと私が、まあ、主催じゃないですけど、まあ、企画して、運営もしてって言って、まあ、お手伝いもね、していただくんですけど、まあ、そういう形で演奏会の企画の方もやっていこうと思いますので、いつでもお気軽にご相談くださればと思います。で、まあ、その、もろもろのお仕事なんですけど、今までは、私に直接、まあ、その、お知り合いの方とか、まあ、それこそ Facebook を通じて、DM を通じてとかやったんですけど、ちょっとね、なかなかありがたいことに演奏会の機会とか、まあ、そういうコンサートスタッフの機会とか、そういう話がたくさんになってきて、さばききれなくなって、ちょっと一人ではしんどくなってきたところもありましたので、まあそういうことをサポートしていただくというわけでも、まあいつもお世話になっております、コンサートデザインカンタービレ様、演奏会デザインカンタービレ様の方で、まあ何ですかね、まあ、所属という形ではないんですけれども、こちらを通して、私にお仕事の依頼をいただくという形になりましたので、8月から、言ったらもう明日からになります。で、まあ、そのことについてもブログの方で、お問い合わせはこちらとか、依頼はこちらっていうページも設けてますので、そちらから言っていただければと思います。ただその今、現時点7月31日、締め。で、まあ、そのね、今まで、いただいているお仕事もありますので、今私がもう OK です、やりますって言ってるお仕事はそのままで。で、8月以降、8月新しく、いただくお仕事については、こちらの CDC 様を通して、私にお話しいただけると嬉しいです。そんなもんかな。まあ、まずは、ちょっとブログの方をご確認いただければと思います。めっちゃタイミングよく、タイミング悪く、まあタイミングよく。パパから、今からもうすぐ着くで、みたいな。今から帰るで、みたいな。電話が来て、ブー、ブーって言い出して、動画止まったっていう。くそーと思いながら、何って言って出ましたけれども。仕切り直しね。まあ、まとめ直すと、とりあえず別件で、まあ、CDC 様のブログの方で私が、記事を担当させていただいたので、そちらもぜひぜひ読んでくださいっていうのがまず一個。で、本題が、私自身の、ホームページを新しく作りましたので、確
認してください、見てくださいっていうお話で、まあそのレッスン内容であったり、私が受け入れるお仕事こんなことありますよっていうのがあったり、あとは過去の動画もいっぱいいっぱい載せたのでね、あのピアノ弾いてるやつ載っけたので、見ていただけると嬉しいです。で、それを踏まえて7月末、まあ言ったら今日ですね、今現時点で私がやりますって、来年の1月行きますって言ってるお仕事については全部そのまま、責任を持って、やらせていただきます。いつもいつもありがとうございますなんですけども、8月1日から、新しく、お声掛けいただいてお仕事をいただく分に関しましては、私に直接お話を、していただくんじゃなくって、私のホームページ内に、まあ、お仕事の依頼はこちらみたいな、お問い合わせはこちらみたいなのを書いてるところがあるので、そちらにメールを、送っていただきたく思っております。ちょっとお手数をおかけしてしまってちょっと申し訳ないんですけれども、ぜひぜひご了承くださいまし。まあといっても私自身が何か変わるわけでもないですしこれはできないあれできないってなるわけじゃないので、いつでも、気軽に何でも何でもどしどしと、お仕事ください。そして演奏会のご相談とかもお待ちしておりますので、いつでもご相談してください。ぐらいかな。うん、ということで、全部言ったので、ブログとホームページ見てください。あ、YouTube もこれからも見てください。お仕事ください。演奏会もいっぱい、私も含めてですけど、一緒にね、クラシックとか、まあ、ジップとかでも何でもいいですけれども、音楽の力でね、どん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 、ね、何ですかこれ。いろんな輪を広げていけたらいいなって思います。ということで、以上で終わりまーす。お知らせでした。激レアメガネでしたではでは、7月おしまいですね。明日から8月ですけれども、いい8月にしましょうね。ちなみにうちのひまこももうすぐ咲くのでお楽しみに。バイバイ。